岸田総理大臣は自民党の政調会長時代のアメリカの元下院議長との面会に旧統一教会の友好団体トップが同席したと教団側が認めたとの報道について、同席者は承知していないと改めて述べました。ギングリッジ元米国下院議長と面会をいたしました。しかしその同席者についてはどなたであったかということについて私は承知しておりません。それに尽きると思っております。岸田総理は自民党の政務調査会長だった2019年、党本部でアメリカのギングリッチ元下院議長と面会した際、教団の友好団体のトップらと同席したと報じられ、教団側も同席を認めたと一部で報じられました。岸田総理は5日午前にも面会時の関係者すべてに確認したが、同席者は承知していないと強調していました。